この辺で有名な姿弁当。ああ。そおすすめってあるんですかね。鶏丸丼とかカツ丼とか山盛りになって。いただきます。肉が柔らかい。これ正解。正解。正解。うん。懐かしい味がします、ね。へえ。やっぱ昔ながらの。はい、でもなんか普通の焼いてる焼肉あるじゃないですか。うん、はい、というわけでお疲れ様。ですね、今日はね、中庄に来てます。川崎医科大学とこの後ろに、ハローズ中庄店があるんです。まあお昼時になったらこのハローズでお弁当買ったり、この辺で有名な姿弁当というのがあるんですね。そこで買ったりとかがあると思うんですけど、今回はねその姿弁当に行ってみようかなということで、ちょっとシステムとかどういう値段なのか、どんなメニューがあるのかっていうのをちょっとご紹介できたらなと思います。それでは、ね、始めましょう。行ってきます。はい。そうやね、なんかちょうどもうお昼時というかその12時なんで、さっき通ったけど結構ね人が、そうか、学生多いですね。うん、食べてたんでちょっと楽しみかなと。学生向けの価格なのか、それともまあまあなんか自信のある価格なのか。今日はここで。めっちゃ辛くてですね。ちょっと今日はねこちらに。いろいろある、ね、焼肉弁当ね。おすすめってあるんですかね。おすすめはミシュレンが山椒焼きとか盛り合わせとか、こっちで言えば鶏丸丼とかカツ丼とか。どうしよう、鶏、鶏マヨ、はい、はい、鶏マヨ丼です。焼肉弁当大盛りと、鶏マヨ丼ね、注文します。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。限定のやつ、倉敷マスカットスタジアム。まずね、これがこれ、ね、はい、鶏マヨ丼、美味しそう、大盛りということで、来
た、これが結構ずっしり、結構重いですね。いきますよ、いきます。おー、おー、美味しそう。はい、うん、味付いてて、懐かしい味がします、ね。へやっぱ昔ながらの。はい、でもなんか普通の焼いてる焼肉あるじゃないですか。うん、僕らが焼いてる焼肉、うん、とはちょっと違う感じの、ちょっとタレが多い感じかなっていう。ああ、ちょっとタレが。はい、美味しいですよね、こちら。なんかなんかついてるけど、これサラダ用の。あれですね。クリーミー、赤クリーミードレッシング。学生人気の鶏マヨ丼ということで、なんかいろいろ入ってるね。ちょっと失礼します。おお、ちゃんとたくあんも入って、これね、姿弁当川崎医大前店ということで、はい、ちゃんと川大の前にあるということで、はい、姿と、もういい焼き加減なんですよこれね。えその衣が大きいってわけじゃなくて、なんかね、程よいボリューム感なんです。はい、早速いただきたいなと思います。山盛りになって、いただきます。肉が柔らかい。これ正解、正解ですか。正解。うん、お弁当何食べようかなってなるけど、いろいろあるやん、種類。あります、あります。なんか普通の唐揚げとか、はいはいはい、なんかそのエビフライとかあるけど、はい、これはもうまとまってるから。あ、うん、これ見てください。うまい。おいしい。これ青空の下で食べて、まあちょっと雲あるけど、うん、やばい。これ結構ね、さっきの店員さんとお話したけど、OHK さんとか RSK さんとかね、取材に来るみたいな有名なお弁当屋さん。うん、綺麗に炊きました。結構ね、本当にもうめちゃめちゃボリューミーで、もうこの一杯だけ多分僕大学生で、ね、もう大学生の意見からして、昼お腹が減ってもうめっちゃ食べたいなと思った時にで もうこの弁当一個で多分絶対足りると、もう最強だと思う。はい、というわけで、はい、ごちそうさまでした。今日はね、姿弁当ということで、ちょっとね、若干そのどっかのお弁当屋さんみたいに量少ないんかなとか、スーパーのお弁当みたいな感じなんかなと思ったけど、やばかったね。やばかったですね。ボリュームが、ボリューム、うん、ね、ちょっと、いや本当になんかもう学その川福の川崎大学のね、近くにあるんですけど、本当に学生のためを持って本当大盛りもできるみたいになって、うん、本当学生のためを持って多分本当おばちゃんたちも作ってくれてると思うんで、すっごい本当やっぱ愛情がこもってますね、やっぱり。そうね、という感じでぜひ行ってみてください。大丈夫、大丈夫です。はい、おおいやいや、マジで。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。
よろしく。